原発処理水の放出から数日経ちましたけれども、連日荒れていますよね。特に極端な反原発界隈というのは救いようがありませんね。あれはもう頭が汚染されていますよ。今 X ではとんでもな反原発の主張をこれでもかと見ることができますね。例えば医師で文筆人の木村友さんはこんなポストをしています。少なくともこの数日ではっきりしたのは、処理水放出に賛成の人たちこそが差別主義者であり、東北差別者であり、日本全国で水産を生業とする人を見下しているものであり、自らは原発事故とは何ら関係ない安全地帯にいると勝手に信じ、この国の将来と自らの子孫に何ら興味がない人だということである。何なのこの人。僕は処理水放出賛成ですけど、全く何も見下してませんけどね。この前動画にしたように、いわきに行ってですね、美味しい魚もいただいてきましたよ。言うまでもなく今後も食べます。こういうその反原発の連中こそ差別主義者なんじゃないでしょうか。だって問題ないものを問題だ問題だって騒ぎ続けてるわけでしょう。そうやって風評被害を広めている立場なのに、なんかこう話をあべこべにして他者に対して差別主義者かってさ、完全におかしい。フリー記者の宇賀谷博道さんはここ最近コミュニティノートコレクターになっているようですね。この方もさっきの木村さんと同じような感じではあるんですけど、根本的に認識がおかしいんですよ。こんなポストをしてコミュニティノート行きになっています。福島第一原発は全く成分すらわからない未知の核物質であるメルトダウンしたデブリイコール核物質に触れた排水を処理して流す世界初の原発ですから、人間が近づくと即死するような危険な物質であることだけは分かっています。閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。福島第一原発事故で発生した燃料デブリの成分分析は行われており、全く成分すらわからない未知の核物質という記述は誤りです。多くの核種が含まれていることは事実ですが、二次処理性能試験で汚染水からトリチウムを除く核種を浄化できていることが確認されています。燃料デブリ汚染水の成分分析を行い、アルプスで処理できていることを確認した上で、アルプス処理水として海洋放出されます。急に未知の核物質が出てくるっていうね、世紀の大発見なんじゃないでしょうか。まあコミュニティノートで指摘されている通りなんですけど、宇賀谷さんは別のツイートでも恥をさらしているんですよね。あるユーザーが、核燃料は天然資源、採掘場に当然雨も降る、その雨水はどこ行ったかわからんわけだが、そっちは無視と書くんですが、それに対して宇賀谷さんは、また極めつけのバカが出てきました、天然ウランと核燃料ウランが同じだと思ってると自信満々にポストしています。いや、それ濃縮するかどうかっていう、そういう話じゃないんですか。完全に全く別物みたいな発想なんですかね。もうむちゃくちゃですよ。中国なんかは政治的に嫌がらせをやっているわけですけれども、日本の反原発界隈っていうのはあれガチですからね。ガチでそのやばい何かが濃縮されて脳に詰まっています。まあでも中国もやばいですよね。中国は日本の水産物を全面的に輸入停止にすると発表しています。また中国の好感度が下がってしまいますよ。日本と韓国は最近びっくりするぐらい関係改善が進んでいるんですけど、中国はダメですね。中国も常に何らかの内政問題を抱えています。今だと不動産なんかが熱いですよね、悪い意味で。だから中国共産党としては日本バッシングでその批判の目をそらしたいなんていう意図もあるんじゃないでしょうか。ただそうやって不満のはけ口にすると、当局でも収拾がつかなくなってくるでしょうね。もうすでに収拾ついてないし、中国人が福島の飲食店等に嫌がらせの電話をしているのが問題になっています。これとんでもない話でしょ。だけどこれ用語的に捉える日本人もいるんですね。またかって感じですけど、その界隈ではおなじみの北原みのりさんはですね、中国からの嫌がらせの電話についての記事を引用しつつ、嫌がらせではなく抗議で良いのでは、マスコミの論調が韓国や中国が汚染水放出に攻撃的で困ったもんだという流れで残念と X にポストしています。いや、ラーメン屋とか居酒屋に嫌がらせの電話かけてどうなるんですか。ただの営業妨害でしかないですよ。半減、まあ、この人はあのフェミニストもね、あのこう被ってるっていうタイプですけれども、全てがずれてますよね。中国では日本人学校に石や卵が投げられる事態になっています。中国人からするとそういう、まあ、嫌がらせの電話だったり行為っていうのは悪い日本人を成敗するっていう愛国コンテンツになってしまっているんでしょう。本当ややこしいですよ。一方で中国にも処理水放出は問題ないですよという意見もあるんですよね。
まあそういう正論は当局に消されてしまうのが中国なんですけど、日本の水産物、まあ中国とのやり取りが止まってしまうと非常に困るので、日本人がしっかりと消費していくのは当然なんですけども、新たな販路を、まあこれ政府も一丸となってですね、拡大していくというのが大事なんじゃないでしょうか。チャイナリスクはあらゆる業界に存在しています。依存度を下げていかないと。しばらく X はコミュニティノート祭りになるでしょうね。あの反原発界は本当なんかすごいこと書きますもんね。まあ、本当にあのコミュニティノートってあってよかったなと思いますよ。というところで今回は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。